いよいよ大会最後を飾る男子フリーを迎えました。日本の重松直樹が登場しています。ショートプログラム終わって第14位。4分半の演技です。一つ一つ悔いのなかれないように確実にこなしてほしいですね。特に彼は5歳から始めたこのスケート、今シーズンが最後だということで大学卒業とともに引退することを決めています。まあ、日本では兄弟選手としても有名でしたね。はい。さあ、最初ショートプログラムでミスしちゃいましたが、フリーはよし、トリプルアクセル。まあ、ジャンプは6種類あるんですが、今のアクセルジャンプだけが前向きのジャンプなんですね。非常に選手にとっては怖いそうですね。そうですね。小さな傷でも影響があります。トリプルルッツ、ダブルトーループ。曲はサウンドトラック、スローダンシングインザビッグシティ。トリプルフリップ。これが彼の本来の表現力の持ち味をじっくりたっぷり見せてほしいです。一度トリプルアクセル。回転が足りません。先ほどのトリプルアクセルと同じ場所で飛びましたね。ちょうど村コーチの前でのスピン。ループは綺麗でした。さあ、残り1分。長かったスケート人生最後の締めくくりになるのか。日本の重松直樹22歳、日大の4年生。今シーズンは全日本選手権3位でした。思えば常に腰の痛みとの戦いでした。あ、村コーチが今スタンドくらいの方に向かいます。
私も松戸の練習場に行きますと正直言って苦しい、思うように練習ができなかった、そういう日も随分見ました。兄弟として日本のスケート界を引っ張ってきました、その重松、まあ、伊藤さん、アクセルがね思うように入らないこともありましたが、やはり彼らしさ、その表現力というのは見せるものがありますね。そうですね、小川さん、ジュニア時代からねもう世界に出ていって頑張ってくれた一人ですよね。そうですね、非常に粘りのある膝を持ってますよね。重松の得点が出ました。6点満点でジャッジされます。9人のジャッジ、世界各国のジャッジが判定します。 4.3 から 4.8、まあ、今現在あの4回転がトップに行くには主流ですから、やはり最初の2グループ目で滑ったということもありますけども、点数がなかなか出づらいですね。しかし日本の重松トップに出ました。